スベトザルマロビッチスベトザルマロビッチは、モンテネグロの政治家。2003年から2006年まで存在した、国家連合セルビアモンテネグロの大統領を務めた、モンテネグロのブドバシ会計監査局長だった。1989年、モンテネグロ共産主義者、同盟中央委員会幹部会委員に選出。1991年6月、 モンテネグロ共産主義者同盟のモンテネグロ社会民主党への解消後、同党幹事長となった。現在、同党の副総裁。1995年から2001年まで、モンテネグロ共和国議会議長。1992年6月、ユーゴスラビア連邦共和国大統領選に出馬したが、落選。1997年、モンテネグロ社会民主党から、 モンテネグロ大統領に推薦されたが、ジュカノビッチに敗北。2003年3月、セルビア・モンテネグロの初代大統領に選出され、2006年のセルビア・モンテネグロ解体まで在任した。モンテネグロ、コトル出身、チトーグラードの大学の法学部を卒業。最大、二次を有する。ありがとうございます。